い、皆さんこんにちは。えなです。たかです。エディブログです。はい、ということで今日はね、アタカマ砂漠月の谷というところに行ってみたいと思います。今ね、3時なんだけど、3時から夕方の7時だっけ？4時間のツアーに参加します。で、今日はガイドさんがいるのでね、いろいろ説明してくれると思います。見てください、この土快晴。天気めちゃめちゃいい。ということで、行きましょう。はい、バスが来たので乗り込みます。Mi nombre es Francisca, el conductor René, ¿ya? The driver René. Tenemos una cadena montañosa que se llama Cordillera de los Andes. Picar más en el lugar, ¿ya? Por favor, si... ¡Oye! ¡Atacai, ne! ¡Atsui! ¡Taiyo ga ataru to atsui! ¡Hikage ga samui! ¡Soy goto desu!温度調節がね、なかなか難しい。やばい、本当に砂漠に来たみたいな。おお、すごっ。やばい、この奥行き感、動画で伝わってんのかな。全然雪じゃないと思うけどね。ちょっと奥行き、あの、この、何この、遠さ、と、なんていうの、こっから見た時の、日本語が難しい。あ、日本語が難しい。やばいっす、この景色。おお、パノラマビューがすごいよ。こっちボリビアからの、アルゼンチンからの、太平洋。レナです。やばいっす。はい、すごくないっすか、この景色。でちなみに今ね、ここすごいこう隆起が激しいんだけど、何百万年前、何千万年前、よくわかんないんだけど、もうかなり昔に海の底だったところが隆起してこの地形が出来上がるっていう。だからちょっとね、白くなってる部分があって、それは塩が残ってるらしいです。ちなみに今ね、僕が立ってるところ標高 2500m です。で、あそこの下の部分が 2000m ぐらいかな。すごいっす、大自然すごいっす。めっちゃ綺麗。やべえよ、マジで。周りの景色すごいっすわ。白いのは塩です。はい、ご覧の通り半袖になりました。めちゃめちゃ暑いです。本当にね、昼間は半袖半ズボンでもいいぐらい、もう20度以上に上がるし、まあ、標高が高いからね、日差しも強くてめちゃめちゃ暑い。ただ夜は凍えるほど寒いです。ヒートテックとウルトラライトダウンとマウンテンパーカー来て もう外にいたら本当にしびれるぐらい寒い。気温も氷点下ぐらいまでは下がるので、上がらないよ、5度。5度まで下がるので寒暖の差がね、激しいっていうのが、まあ、砂漠の特徴ですね。あと日陰も、日中に日陰に行ったら寒い。そう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 、太陽が出てると暑っ。そう、その通り。この間はない。そう、まさにその通りね。住みづらい場所です。天気がめっちゃいい。見てください、これ空に雲が一つもない。快晴でございます。でね、このアタカマ砂漠なんだけど、アンデス山脈と太平洋側の山脈、この2つの山に挟まれてるから、世界で一番乾燥した砂漠っていうことで知られてます。でね、天気もめちゃめちゃ良くて、乾燥してて標高が高いから、世界の天文台、それが集中してて星の観測にはめちゃめちゃ適してる場所です。で、実はね、このアタカマ砂漠ってめちゃめちゃでかくて、長さが
約1000キロ1000キロですよ、やばくないですか。それぐらい巨大な世界三大砂漠の一つに入っているのがこのアタカマ砂漠です。はい、これが3つというか2 and a half のマリア。マリア、キリスト教の、あ、聖母マリアさん。聖母マリアさんなんだけど、どれが顔ですか。そっちに向かってるんだよね。あっちに向かってる。こうプロファイルの。おお、俺には全然わかりません。じゃあ違うか。はい、毎年恒例この時間がやってまいりました。意味でした。白いです。ということは塩です。ということは魚を食べる。食べてみます。最近動画で、ね、毎回塩食べてる気がするけど。そう、なんか、おお、うまい。嘘つき。これはうまいよ。嘘つき。これはウイニエンコの味とは全然違うけど、ウイニエンコめちゃめちゃしょっぱかったけど、この塩は薄くてしょっぱくないってことでした。塩じゃない？塩じゃない。石を舐めた。マジでやば。耐えろ。はい、ということで今からね、砂漠に行きます。最後ね、もうちょっとで日が沈むので夕日を見ます。ちょっと歩きましょう。遅いよ。歩きにくいよ。寒くなってきたね。寒い寒い寒い。ちょうど今両側にね、山で囲まれてて日陰になってるから、猛烈に急に気温が下がってきた。寒さの限界っす。むちゃむちゃ寒かった。行きましょう。すごいなんか幻想的な、霞がかってるけど、これは道路に車が走ると砂こもりが舞ってるだけです。砂こもりなの？砂ぼこり。間違えました。すごいね、私はよく気づいたね。中の日本語を直してる、やば。おお、すげえわ。すごい。もうあと少しで夕日が沈みますけど、景色がすごい。危ない。下がねボコボコしててね、危ないね。これでも足くじいてテコトコトコっとしたら、テコトコっとしたら、テコトコトコって死にますねこれ。気をつけましょう。レナ、右は右ですごいよ。死にます。もし遠くにまで行くか。おお、今上がってきました。もうちょっとでね、本当に太陽が沈んでいきます。ちなみにレナは途中で諦めてね、この道のどっかにいます。あー疲れた。太陽が沈んでいくね。やば、めっちゃ綺麗だわ。ということで、アタカマ砂漠どうでしたか。ちなみにね、アタカマの街はね、チリではかなり有名な観光地です。っていうのもね、アクセスがめちゃめちゃいいんだよね。アルゼンチンに行くにも、ボリビアのウィニエンコに行くにも、あとはチリのね、首都のサンティアゴに行くにもアクセスが抜群ということで、天気にも恵まれて立地も良くて、一年中観光客が集まるっていうアタカマの街です。チリにお越しの際はね、ぜひアタカマの街寄ってみてください。おすすめです。ってことでね、今タイムラプスを用意したので、こいつでお別れになります。さよなら。治安が悪いらしいのでね、特に地下鉄は気をつけようと思います。